方ついてとは、ライアンホームズが開発したソーシャルメディア管理システムである。ダッシュボード形式のユーザーインターフェースになっており、Twitter、f a ツイッター、フェイスブック、リンクトイン、グーグル、宝作ウェア、マイスプリース、ワードプレス、ミクシーといったソーシャルネットワークの統合に対応している。加えて、方ついてのアップディレクトリを使って、インスタグラム、メールチンプ、レディット、ストレファイ、 タンブラー、ビメ YouTube を統合することもできる。2015年10月現在、ユーザー数は900万人以上。提供するサービスは通常オンラインブランドの管理や、Twitter、Facebook、Google、Mixi といった複数のソーシャルメディアサービスに投稿するために使われている。法ついてを使用している企業団体には、Facebook、オバマアドミッション、ニュージャージーデビルス、 マーサスチュワートメディア sxsw, zappos.com, cap, プ、ロッカーグノーム、lhc がある。また、ユーザーのツイッターアカウント上でアップデートをキープできるブラウザ型のダッシュボードを提供していて、サービスはフルバージョンとライトバージョンの両方がある。そして、お、d という短縮 URL をサービスで適用している。 サービスを運営している宝ついてメディア、インクは、カナダ、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーにあり、ライアンホームズが最高経営責任者についている。同社のビジネス戦略として、宝ついては、基本無料で利用できるが、機能を追加するときは、有料版のプロにアップグレードする必要がある。また、コンデナストパブリケーションズ、AOL、バナナリパブリック、デルといった通常、 大手企業が所有しているサービスの最もアクティブなアカウントの3から5%を収益化することを計画している。2010年1月に、法ついては、インボークメディアから独立した際にブラムバーグキャピタル、ハーベスト、インタラクティブメディアといったベンチャーキャピタル企業から200万ドルの投資を受けた。法ついては多言語にローカライズされており、日本語、スペイン語、ポルトガル語、 ドイツ語等50以上の言語で利用可能になっている上使用可能言語の追加が計画されている。また、自社社員はタイムインコーポレーテッドのような企業やピープル、インスタイル、ディスオールドハウスといったタイム社の雑誌とのミーティングを行うことでメディア企業とのオンラインブランド管理の助けるための交渉を続けている。法についてはマシャブルのオープンウェーブアワーズ2009や カナディアニューメディアアワードショーティーアウォードオーストラリアの MX 氏によるベストツイッターアップを受賞2012年にはウェビー賞にノミネートされた。ありがとうございます。